関義彦は、日本の社会思想史や政治家、東京都立大学名誉教授、法学博士、参議院議員、イギリス労働党の日本における紹介者として知られる。福岡県福岡市生まれ、発電所設計に携わる技師を父に、元生物学教師を母として、豊かな家庭に生まれる。福岡県立周業館中学、福岡高等学校を経て、 東京帝国大学経済学部入学。河合栄二郎の演習に参加し、河合の人格主義的理想主義に基づき、共産主義にもファシズムにも反対する態度に同感する。1936年大学卒業後、日本生命を経て、恩師である河合の推薦により1940年、太平洋協会に勤務。河合が2.26事件から来る弾圧にも、 自由主義者としての不死を曲げずに、ファシズム批判を続け、出版法違反で起訴されたため、その法廷闘争の応援活動を続けた。戦時期には、陸軍軍属として、太平洋協会より南方占領地調査に派遣され、北ボルネオで笠間隆雄有長佐部長のもと、司政官として勤務した。復員後、河合の思想に基づくものとして1946年、 社会思想研究会を設立。出版部取締役を経て、肺結核で療養の後、1949年、東京都立大学助教授、後教授。教授会が自衛官の入学拒否と大学立法反対をそれぞれ決議することに反対して1969年辞職、都立大学名誉教授となる。その後、東京大学、慶応義塾大学、 実地大学校等で教弁を取るとともに、1978年、早稲田大学政治経済学部客員教授、総大在職中、文芸春秋史上で森島道夫との間に防衛論争を繰り広げ、関、森島の2名で文芸春秋読者賞を受賞。また、日本社会党に属するが、日常活動の低調なことに失望。1959年、 右派の脱党に際しては、これと行動を共にする。1960年、民社党結成に参加し、同党綱領を起草するとともに、民主社会主義を掲げる同党の、イデオロギー的重鎮となる。1970年から1983年まで、民主社会主義研究会議議長。1983年6月、第13回参議院議員通常選挙に、 民社党公認で、比例区から立候補、初当選。1989年7月、一期限りで正解を引退した。ありがとうございます。